まずはファッション誌 JJ の専属モデルを務め、ドラマや映画で活躍されています筧美和子さん、拍手。そしてライフスタイル本出版、そしてブランドコラボなど多方面で活躍されている近藤綾さん、元キックボクサーで現在はドラマ映画で活躍中、宮城大輝さん。そしてプロサーファーでありタレント、モデル、 DJ と多方面で活躍されている湯川雅人さんの4名です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで爽やかなちょっとサントリーラドラーカラーに身を包んでいただいておりますけれども、本日お越しいただいたこの4名はですね、サントリーラドラーの公式サポーターということで、筧さんね、はい、なんですよね。はい、サポーターになりまして、はいね、どうですか公式サポーターということで。公式サポーターということで、先にみんなラドラーを飲ませていただいて、もう堪能しております。どうでした？すごく美味しかったです。美味しかったですか？すっきり甘い感じで、飲んだ時はちょっとびっくりしました。あ、美味しいと。はい。そして近藤さんは今日のためになんと、ブログやねなどを見てる方は知ってると思いますが、セブ島から。セブ島から戻ってきました。黒すぎないですか？自分それは昔のイメージと違いますけどね。ゆうかおくんに合わせて合わせてきてくれました。こっち黒チームで、白チームで分かれておりますね。いい感じになってますけどね。はい。でもわざわざね、このサントリーラドラーの公式サポーターとして近藤さん戻ってきてくれたということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ね、この4人で会うのは宮城さん久しぶり。さっき楽屋でもなんか盛り上がってましたけど。そうですね。4人ってか、あやちゃんも本当に今日何ヶ月ぶり？3ヶ月半ぶりだね。ぶりぐらいに会って。見た瞬間に僕爆笑だったんですよ。笑われました。さっきからずっと笑ってたもんね。白いイメージがすごいあったんで爆笑で、まずこの2人の感じも見るのもすごい久々なんで、すごい笑っちゃって、で筧さん見ても白くて笑っちゃって、最悪じゃないですか。最悪じゃないですか。いやでも本当久々に会うんで今日楽しみです。ですよね。はい、いいですね。じゃあ今からラドラで乾杯していこうと思うんですけど、そうなるとなんか乾杯ってのもよかさんね、みんなでやつんのは久しぶりな感じじゃないですか。本当に久しぶりです。自分は全然みんなと会えてなくて、本当に半年はないか、半年経たないかぐらいなので、すごい久々です。多分大輝くんとも全然会えてなかったから。そうですか。じゃあちょっと楽しい乾杯をこの後していこうと思うんですが、早速ではサントリーラドラーで乾杯していきたいと思うんですけど、乾杯の掛け声はですね、代表してじゃあ筧さんにお願いしてもいいですか？はい。じゃあドイツ流の乾杯、私から伝授していきたいと思うんですけども、ドイツでは乾杯をするときに目を見ます。お互い目を見てポーストとやる。ポーストって言うんですけど、今日は乾杯でやりますけどね、ドイツで乾杯ポーストって言うんですけど、その時にお互いの目を見る、お互いの目を見ることによって仲間だよっていうね、こうなんていうか、コミュニケーションを、アイコンタクトをするというのがドイツ式なので、私もですね僭越ながらちょっと加わらせていただいて、5人で筧さんの掛け声でポーストやって、でそれでその後はですね、せっかく皆さんこうね、マスコミの皆さん集まってくださってますので、ちょっとこう乾杯したまま一時停止してカメラをみんなぐわっと見ていく、そんな感じでやっていきたいと思います。はい、大丈夫ですか？お願いします。じゃあ、準備しましょう。はい、ラドラーを今お持ちいたします。皆さん一つずつ持っていただいて、いただきます。はい、ありがとうございます。では筧さんお願い、ちょっと寄りましょうかね。みんな乾杯しますからね。ちょっと真ん中に、そこ中心にしていただいて、この辺で乾杯的なね、私も加わりますね。筧さんの目を見ればいいってことですか？筧さんの目をみんなで見合うってことですね。まずみんなで見合って、ちょっと恥ずかしいですか？いやいや、ドイツではそれが普通ですからね。ラドラーの国では普通ですから、乾杯みんなで見て、その後カメラ見ますからね。はい、じゃあ筧さんお願いします。はい、じゃあ皆さん周りの人の目を見ながら一緒にやってください。はい。乾杯。あれポーストじゃないんですか？乾杯でいいです。はい、乾杯。はい。